サンダーナムはインドのタミル語映画で活動する俳優、コメディアン、映画プロデューサー。チェン内のポリチャルールで育った。2004年にウーシャと結婚し、3人の子供を設けている。サンダーナムはコメディアンとして知られているが、バディベールやビベークのように物語の本筋から外れたコメディパートに登場することはなく、 主人公の友人や仇役として本筋に関わる重要な役柄を演じることが多い。これは意図的にコメディパートへの出演を避けているためであり、物語の本筋に登場することでコメディの演技が単調にならないように心がけているという。テレビシリーズでコメディアンとして活動を始め、ドルソブ派への出演で知名度を上げた。年にシランバラさんの紹介で、 マンマーダンに出演する機会を得て映画デビューし、続けてセチーン、ポーラドブンなど多くの映画に出演した。2008年にアライエン300号イルカダブールで初主演を務め、この時期にタミル語映画の人気コメディアンの地位を確立した。2010年代には一貫した人気を維持したサンダーナムの演技力と工業的魅力を表し、映画業界から コメディスーパースターと呼ばれるようになった。2013年にカンナロという内なアーサイアでプロデューサーとしてデビューし、同作は工業的な成功を収めた。サンダーナムは映画制作会社ハンドメイドフィルムズを設立して映画を制作し、新人俳優の積極的な企業と低予算によるコスト削減に努めた。彼はセール・スリニバさんと共に主演を務め、 批評家からサンダーナムの内側のどこかにはシリアスな俳優が隠れています。彼は現在コメディアンとサイドキックの役柄から抜け出す機会を待っているように見えます。彼は工業的に成功した多くの俳優を弾いらせることができますと公表されている。ア R 観覧の接待では主要キャストを演じると同時に助監督を務め、スンダルシーのシーアビライセンクマルでも 主要キャストを演じて人気を集めた。その後もラジャーらにバニカムじゃないのようなヒット作に出演し、アイアフメドのエンドレンドルームプンラ街では批評家から高い評価を得た。一方、オールインオールアヤーグラジャーでは彼は自分のシーンを有しているがコメディは強制されたように感じ、そのシークエンスも非常に誇張されており、彼が演じた カリーナ・チョープラーの描写は第三次になっていると、告評されている。2014年に、あなたがいてこそのリメイクである、ボラボノク・プレム・アイユーダムで主役に起用された。サンダーナムは、役作りのために減量して、ダンスを学び、他の出演オファーを断り撮影に注力した。批評家からは、この映画は、すべてが、サンダーナムのショーである、彼は、 完璧な俳優として様々な感情を表現していると公表されている。ありがとうございます。